ちは、フレッシュパフラの後藤ジェンヌ、ユミコです。皆さん覚えてらっしゃいますか？2月の末から3月いっぱいにかけて樹液を採取したこのメープルツリー、イタヤカエデ、もうこんなに雪が全部なくなりまして、どれだけ積雪があったのかということが分かりますね。まあもうこれはちょっと浮いてたね。まあでも少なくともこの辺かこの辺ぐらいまではね、なんかあったから、4月3日最終と思ってましたけども、今日4月の17日で、今朝もマイナスの気温だったんしたら、やっぱりちょっと出てますね。ね、ちょっと今時期のメープルの味を、あ、メープルじゃない樹液の味を後でちょっと味見したいと思います。じゃあ今日はメインはですね、穴を塞ごうということで、ありがとうございましたということで穴を塞ぐ作業してまいります。塞ぎます。食レポだ、タルタルが美味しいです。